はい、それでは、これから第3部、の方を始めさせていただきます。植物座談会ということでですね、研究者がの、皆さんが植物をどんなふうに見ているのかっていうところで、いろいろ伺っていきたいと思います。それでは、これから15分から20分くらいの時間、どうぞよろしくお願いいたします。では早速なんですが、ちょっとの今日の話を振り返ってみると、津村さんと倉田さん、結構ゲノムっていう点では共通点がおありな感じだったりするんですが、杉とゲノム、杉と稲だと結構違うんですか？そうですね、倉先生、先ほどお話しあったように杉のゲノムも実はもう読まれていまして、どれくらい違うと思いますかね。そのゲノムって要するに1個の細胞の中に入っている要するに核の中に DNA の量なんですけど、でそこで、要するに稲になったり杉になったりするんですよね。でその要するに遺伝子、要するにその生物の設計図で、稲は先ほど、倉先生おっしゃった通り、4億でしたっけ、3億でしたっけ、4億塩基。杉はその20倍、 DNA の量が20倍あります。で遺伝子の数はどれくらい違うかっていうと20倍違わないんですね。5万ぐらいしかないです。だから3万5千でしたっけと5万で、ほとんど一緒ですよね。でもゲノムサイズはそれだけ違う。じゃあその余分な DNA 何してるんだろうっていうのが、すごく今いろんな先生、研究者が研究してるとこですね。で針葉樹は我々が今杉とか、逃避とかモミとかありますよね。針葉樹は全部ゲノムのサイズが大きいんですよ。稲の20倍だったり40倍だったり60倍だったりするんです。で持ってる遺伝子は稲と大して変わらない。じゃあなんでそんなにでかくなったんだろうっていうことなんですね。でこのゲノムがでかくなった理由はいろいろ調べてみると、倉田先生が先ほどおっしゃったように、ユリもむちゃむちゃでかいですよね、ゲノムサイズが。で極限のものとかが、もしかしたらゲノムサイズが大きいかな、要するにいろんな遺伝子あった方がいいですよね。で調べてみると統計的には有意じゃないんですよね。でよくわからないんです、正直言って。で永年性のものは大きな傾向がある。で極限の植物は大きな傾向があるというのは分かってます。でも統計的な検定をすると有意じゃないんですよ。だからそこにもちっちゃなやついるんですよ、ゲノムサイズが。で逆にゲノムサイズがそんなでかくなくても、長生きのものもいるし。で、例えば先ほど紹介したブナは稲と大して変わりませんね、大きいのサイズが。6億塩基対ぐらい。だからあんまり変わらないですね。ここはすごく不思議なところなんですね。で、共通して同じゲノムをやっていて、で、ただ、すごく難しいのが、形とつながらないんですよ、遺伝子と。そんなに簡単じゃなくて、それは我々が細かく観察していかなきゃいけないんで、黒先生が先ほどおっしゃったように、種を取るのが大変だっておっしゃってましたよね。あれと同じで、形質をきちっと評価するのすごく難しいんですよね。形質ですか？形。あ、形。はい。だからこの遺伝子が何をしてるかっていう。で、杉で、分かってるので、1個だけすごく有用な遺伝子が分かってるんですね。花粉が出ない遺伝子。しかも我々のグループと一緒に、森林総合研究所のグループと一緒に見つけたんです。でこれ役に立ちますよね、無花粉の杉作れますもんね。でそれはもうできて分かっています。でこういうのが少しずつこうやっぱり形を見ていかなきゃいけないっていうんで、倉先生みたいに先ほどおっしゃった通り、我々実験室の中で白衣を着てなんかこう仕事してるようにイメージかもしれないですけど、実際は畑だったり山を歩いてとか、圃場を作って、いろんな形を見てたり、そういう研究をずっとしてるんですよね。倉田さんも結構稲とか様子、稲以外にも植物の様子を見たりするんですか？私のは他の植物についてはほとんど趣味レベルであ、なるほど。いやいやいや、今日の時間むしろこう趣味っていうところでいろいろ伺っていければなと思ってて、それこそじゃあ趣味という意味ではですね、どんなふうに植物見てるのかなんだって話を皆さんとちょっとしたいなと思って、事前にちょっと思わず写真を撮りたくなった植物とかいろいろ写真をですね、ご提供いただきまして、ちょうど
倉田さんがご提供いただいたこの写真、普段植物見てるような感じの様子なんですかね。あの散歩道の、はい、散歩の途中でね、かわいいなとか、なんだろうこれって思ったようなものをちょっと撮ってみました、ね。うんうんうん、これ左側はもう、はい、あのご存知の方も多いと思います。あの山ぶどう、ちょうど実りの季節で、まあ、人間は食べられないんですけれども、ね、鳥とかね小動物も食べるのかな。で、ちょっとあのボタニカルアートの素材にでもならないかしらとかって思って、絵は描いてません家に飾ったりとかですかね、はい。で右側がね、これね、うん、もし見て何か分かる方いらしたらむしろ教えていただきたいんですけど、ぜひ。分かりますか。右の写真に2種入ってて、20右が長芋で左が山芋じゃないかと。この細いやつ、山芋ですかね。山芋ですか。山の芋ね。ガガイモ。ガガイモ。どんなガガイモって植物なんですか。あの実が特徴的な。うん、あの昔の少なき子の見事が船で乗ってきたって。おお。素晴らしい。さ、サヤなんですね、あれ。あ、これは鞘で、中からケサランパサラみたいな種子が出てくる。中からケサランパサラみたいな種子が出てくるんですよ。なんか、はい、ポカンと。これって もう少し待ってたら、ちょっと開いて種子が出てくる様子が。すごい素晴らしいです。ありがとうございます。あの私もこ あの植物に詳しいのが私の隣の研究室にいるんですね。でこれ見せたらガガイモって言ってました。あ、じゃあ当たりです。おっしゃる通り。すごいですね。まあ不勉強で申し訳ない。いや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 。でもやっぱり形見てて植物、うん、形ってすごい多様ですよね。本当にこの鞘の姿もそうですけど、山ぶどうも。面白いですね。なかなか、じゃあちょっと。次は倉田さんだけでなく津村さんからも思わず写真を撮りたくなった風景ということでこちらをご提供いただいたんですけど、これどういった場所のどういった風景なんですか。これ分かりますかね。杉の天然林です。でこれ沖ノ島で、沖ノ島行かれると一箇所だけ杉の天然林があるんですよ。で、沖ノ島町でもう保存してあって全ての個体に番号がついてるんですね。これまたこれもつで800個体ぐらいしかないんですけど、ここ、車止めて歩いて15分ぐらいで見に行けます。で、あの今あの沖ノ島では一つここの観光ルートにしようとして売り出してるんですけど、でここに大きな杉がたくさんあって、あのすごく面白いとこですね。で、あの形の変わった杉もありますんで、でそれをあのちょっと私は沖ノ島にこの前行ってきまして、講演した時になんとかやっぱり地域振興したいんですよね。でこの天然杉を売りに出せないかっていうんで、いろいろ書き物をしたりして今協力してるんですけど、でここすごくこう大きな杉が固まってあったので、すごく綺麗なあの杉だなと思って写真を思わず撮ってしまったんですね。綺麗ですね、確かに、はい、これ天然林ですね。天然林、なるほど、はい。倉田さんとかも天然林とかって見たりするんですか。はい、結構伊豆方面にハイキングに行ったりとかすることあって、はいはいはい、あの辺は結構、うん、あの自然林が残っていますので、はい、はい、あのいろいろ楽しんでます、はい。天然林楽しむポイントってちなみに倉田さん、津村さんとかどういうところ、私もあんまり山に行かないもんでして、どういう何の種がいるかなとかなんですかね、やっぱりそういった場合は。そこまでなんか学問的に、いやいやいや、学問的なやつじゃなくても失礼しました。あの、はい、四季折々のやっぱり変化がね、四季の変化、うん、なるほど、楽しいですね。何、人工林ってある種その杉だけとかで、あまりちょっと変化って楽しむにはちょっとその何でしょうね、一種だけになっちゃうんですけど、やっぱり天然林っていろんな木や草木がある分変化楽しみやすいのかなと今のを聞いてて思いました。は
そうですね、生物多様性ですよね、それこそ。ああ、確かに。あの、いろんなものがあるから楽しめますよね。なるほど。で、大きなものもあったり、ちっちゃなものもあったりするから。木に草にいろいろ楽しめるということで、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次々続々と行きたいと思います。他にもですね、こう変化を見守っている植物とか、これはもう研究テーマになるのかもなって思わず思っちゃった植物を、はい、これあ、そうですね。あの、はい、私の写真なのでちょっと説明させていただくと、一番左側が金蘭っていう、これも散歩道のね、途中で見つけた。で、金蘭ってで、こんなのあったんだと思って調べてみると、はい、これ金蘭っていうのはなかなか単独では育たない。ある木が近くにないと育たない。なんでっていう。で、はい、うん、2つ目の真ん中の写真に載せてるこれがコナラなんですね。これどんぐり木ですね。どんぐりから、あー、これどんぐりからね、あの芽と根が出て、でこういうあのナラの木属が近くにないと育たない。なんでかっていうと、ここにこの白いもしゃもしゃがついてるのが見えますね。白いもしゃもしゃ、あー、その根の先のね、はい、これが実は木の根じゃなくて根の先についてる菌糸なんです。菌糸、あ、菌類が作る、菌類がついて、ね、それがあの土の中にネットワークを張り巡らせて、でそれの働きでこの菌卵が育つ。だからこれ移植してやって、例えばあの鉢に植えてやるとかすると 2,3 年で枯れちゃう、そのネットワークが断ち切られるからということらしいんですね。で今あの皆さんもよくお聞きになると思う、人間のお腹の中のメタゲノム、細菌の種類どんなものがあるのか、でどんなものが少なくなったらあの腸の調子が良くなるとか悪くなるとか、いろんな話がありますよね。それと一緒で、まあ、あの世界中でやはり皆さんが興味持ってるのは土の中のそういう微生物のネットワークで、そういうものが、緑が生かされることを助けているっていうか、そういう微生物がいなければ緑の存在というのは非常に危うくなるってことが、まあ、言われていて、まあ、それは私が話すよりも須村先生に話していただいた方がいい話だろうと思うんですけど、でそれと同じようにこの一番右側のやつは、これはね、あの何だったっけ、姫シャラじゃないや、樹種ですか、うん、ヤシャブシですね。そうそうそう、ヤシャブシあのこの前言ったのを覚えててくださったかな、うん、あのヤシャブシの木、ここにこうついてるのは、あ、丸い何かがありますが、うん、あの大豆に根粒菌がつくっていうのはご存知かな、うん、あのそれと同じようにこの根粒菌がついて非常によく育つ、うん、ということで、なんだかあの荒廃地に巻くと非常によくこの根粒菌の働きでなんかあの森を再生する最初の植物として割と生えてくる能力が高いという、土壌がの栄養素が少なくた、うん、はい、いわゆる痩せた土地でも、まあ、その根粒菌とかそういった菌と一緒に成長、うんうん、成長するというか、はい、共に成長できるみたいな感じですかね。根粒菌の助けを借りてね、あ、なるほど、うん、窒素固定してそれを使わせてもらってという。なるほど。須村さん、結構 樹木と菌の関係って今いろいろ盛んに議論されているお話だったりするんですか？そうですね、もうこうするにヤシャブシの仲間って緑化にも使われるんですね。なるほど。でそれ痩せた土地でも育つから根粒菌が窒素固定してくれるんで、あの窒素もそこからもらえますよね。ですのですごく成長がいいんですよ、痩せた土地でも。だからこういうので、要するに植物も植物単体で生きているわけではなくて、あの一緒にどんな菌がいるか共生しているかで生育全然変わってきてしまうんですよね。
ですのでこう生態系全体でこう考えないといけないんですよね、単独で。だから、まあ、人間が関与している作物だと、水田だととか畑だとかなり人間が関与できますよね。窒素肥料は、いや肥料をあげたりしたりで、それで管理できるんですけど、自然の中では管理できないので、その生態系全体で菌が何がいるかっていうところまで考えてあげないと全体が守っていけないっていう、いい例かなと思いますけど。ありがとうございます。なかなか今日だとこう稲単体、杉単体、ブナ単体の話があったんですけど、最後にもう少し広がるような話がありまして、あともう一枚だけちょっと時間も押し気味でございますが、これちょっと簡単にこういったお写真、津村さんどういうお写真なのか教えていただいてもよろしいですか。これ単に風景写真見えますよね。確かにこれはですね、国士岳って、ですね、秩父の奥の方に、まあ、もうちょっといた中の方にある山のオオシラビソっていうモミの仲間の木ですね。でこれ実はですね、遺伝的多様性がものすごく低いんですよ。低い、低いというのは、稲みたいに自食して生きてるんじゃないかってぐらい遺伝子の多様性がほとんどないんですよ。でも生きてますよね。で普通に考えたら樹木は多食じゃないと生きていけないのにって思ってたのに、こういうのがなんか生きてるんです、自然界で。でオオシラビソって、多分競争に弱いので、非常に標高の高いところの寒いところだけしか生きてないんですよね。だからそこで競争が少ないからたまたま生きられたかもしれないですけど、で遺伝的には見るとあんまりこうよくないっていうか、樹木から見るとですね。でも生きられるっていうことで、これもちょっと深く探ったら面白いかなって今思ってるとこですね。こういうオオシラビソはどの木なんでしょう。これね、はい、モミの仲間って枝がパッとこうあって偉そうにしてるっていうか、かっこいいんですよ。クリスマスツリーに使えるようなそういう形ですね。でこういうのをやったら面白いかなと思って考えたところですね。ありがとうございます。なかなか今日この時間で、の写真をいただいたやつって、その私たちでもある種撮れそうな写真が多かったんですけど、研究者の人たちが見たら、あ、こんな風に眺められるんだ、見られるんだっていう意味で非常に面白いなと、思いますね。ですみません、本日のお時間が迫ってまいりました。今日の座談会、すごくちょっと短めになっちゃったんですけども、今日のこの、トークイベントそろそろ終了とさせていただきます。最後ですね、最後にですね、お一人ずつですね、今日の感想をちょっといただきたいんですが、倉田さんからぜひ今日のご感想いただけますか。感想、はい、すみません、喋るばかりでもう少しこうインタラクティブなのを願ってきたらよかったかなと思うんです。ちょっと話し方もうちょっと工夫すればよかったかなと思いましたけど、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。続きまして、津村さん、ぜひご感想を。私も大学で授業してて、質問あるって言うとほとんど手挙げないんですよね。で質問あげてくる学生は1年生入ったばっかりで目がキラキラしてるのを手挙げてくるんですよ。 でもチャットでとか後でここに書き込んでって言うといろんな質問してくるんですよ。で多分皆さんも本当は聞きたいんだろうけどというので、やっぱり日本人ですよね、それが。だからまあもうちょっとインタラクティブするには、そのなんかデバイスも使ってやると、よりこうお互いに より楽しくなるかなっていう感じがしました。でも多分皆さんご質問があると思いますので、いつでも来てください。この後でもいいんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後ということでですね、ぜひ皆さんあそこにあるようないろんなものとかですね、見ながらだとか先生方にぜひ質問とあればですね、ぜひこの後していただければ幸いです。会としましては、この時間で終了とさせていただきます。改めまして本日は皆さんご参加いただきどうもありがとうございました。